平成23年9月13日、一宮 EM 菌環境保全隊による EM 団子の投入が行われました。川や池に入れると水質浄化に役立つと言われている EM 団子。この日は坂梨地区の区長と緑ネット一宮の職員が坂梨地区にある古江川、ダバル川、ヘボの日川、豆札川に合計275個の EM 団子を投入しました。 EM っていうのが何ですか、糖蜜と EM 菌の入ったやつを一緒に混ぜまして、それを、数日間、1週間ぐらいで、発酵させまして活性液を作るんです。でそれと、米ぬかとその EM の活性液を混ぜて、EM のぼかしを作るんですよね。そのぼかしと、山土と活性液で、EM 団子を作るんです。この EM 団子投入による効果は目に見えてすぐに分かるものではありませんが、川の匂いがしなくなった、川にどんこや船が増えたという声が上がっており、参加した区長はきれいな川を取り戻すため今後も息の長い活動を続けていくと語っていました。